色ってどのぐらいまで落とせますか？ちょっと結構レンジっぽいので、それ落とさない、はい、ちょっと抑えた方がいいと思うんで、色的には結構暗くしたいんですよね。あ、結構暗くしたいんですか？はい、そうです。かなり暗くしたい。かなりと言ったらかなりなのかもしれないですね。はい、すごくトーンダウンしたグレージュ、このぐらいまでトーンダウンしてもいいのかなと思ったんですけど、うん、大丈夫ですよ。そう、ストレートでこう、はいはい、綺麗かなとか思ったり、はいはい、真っ黒ではなく、ちょっと、なんていうの、ブラウン、はいはい、ブラウンでもないか、はい、すぐ抜けちゃうんですよね。なので、あ、このぐらいまで落としていただきたいなっていう。わ、はいはい、かりました。はい、こんにちは。札幌占い美容室早昔の後藤です。今回はストレートメインで、やっていきたいと思うんですけど、今アイロン入れてるんですもんね、はい、結構ね、本来もうちょっと癖が、普段矯正をかけてて、毎日アイロン入れてるんですもんね、ストレートで、はい、で今も今ウェットしてない状態なんですけど、ちょっと回しますと長さが非常に長くて、で、アイロン入れてるにはまっすぐなんですが、洗いたてはうねりがこう出てくる矯正毛なんですけど、なんか表面にすごいパサついてる毛が出て、せっかくのロングがちょっと台無しになってしまってるんで、まあ、矯正かけるのもまあ一つなんですけど、今日は矯正なしでやっていきたいと思います。で、僕さっき何が原因なのかなと思って見てたら、まあ、長い毛の、ね、毛先も結構ダメージがあるんですけど、多分予測ですが、要はコーミングだったりアイロンでやられちゃっているということで、要は障害が起きている状態です。で、多分薬剤設定とかがちょっと何使ったか分かんないんですけど、多分、まあ、皆さんテイクセニングやるときに、もうやられてると思うんですが、シャンプー台塗ったりとか、まあ、1時間半ちょっとぐらいでできるやり方で、今日はやっていくので、そのやり方をちょっとお伝えしたいと思います。はい、まず最初に、シャンプー台でプレーシャンを軽くして、その上からムササビ水をつけて、たっぷりつけて、それから、しっかり絞っていただいて、今度はムササビ水をこれムササビ水ですね。これをちょっと全体に多めにつけていきます。はい、では蒸しタオルを使って、髪の毛を包んでいきます。あとこのキャップが結構熱をこもらせてくれるキャップなので、あとこのキャップをつけます。で、この間にカラーをちょっと作ります。で、カラー剤はシャンプー台でもつけちゃうので、そこも時短になるかなと思うので、まずここで1回浸透させてベースを作って、そういう部分に関してもまずベース剤として、毛圧強化としてやります。で、いろいろ検証したんですけど、毛圧強化する力が、まあ、僕の中では結構強いかなと思ってるんで、いいかなと思うので、まずここからやっていきます。これで、流して時間を放置したので、ヘナノールを流していきます。で、間違いなく釣れると思うので、お湯をためながらやっていきます。席に行った時に結構垂れてて、毛先の方の水分も取ります。ムササビトリートメントが 5%配合しております。これを、全部抜きます。まあ、ほとんどもうトリートメントからかなっていう感じ。まあね、溶かせない部分はもう無理に溶かさないで、
分けたりするとねちょっと難しいんで、ここを集めてこう切ってるのかっていうと毛がこうまとまりやすくなるんです。これって前髪ですよね。ここそうですね、それ前髪です、ね、これなんか多分切った方がいい気がします。それ切った方が良さそうな感じでございます、うん、はい、それをちょっと、はい、とはい、コテとかで巻くので長さ的には目にかぶるぐらい。あ、了解です。じゃあアルツーセニングで、ちょっと切ってた方が安全なので、これ伸ばすのとこっちに伸ばす、伸ばすのはこっちです。はい、流したい場合だと削ぎが取れない、あまり削げないやつで、まあ、もしここに曲げを作りたいんだれば、ちょっと下見てください。すいません、ちょっと両方調節します。中央節目なんです垂れて